それにしても退屈というのはなんと恐ろしいのだろう。なんと恐ろしく退屈なんだろう。私はこれ以上強烈な表現、真実の表現を知らない。なぜなら同じものだけが同じものによって認識されるからである。もしこれよりずっと高尚な表現、強烈な表現がありさえしたら、もう一つの運動も起こるだろうに。私は長々と無意に寝そべっている。私の見る唯一のものは空虚。私の生きる四つ柄になる唯一のものは空虚。私が身を動かす唯一の場は空虚である。苦痛すら私は感じないのだ。ハゲタカはしょっちゅうプロメテウスの肝臓をつついたし、老気には絶えず毒が滴り落ちた。しかしそれは単調であっても少なくとも中断であった。私にとっては苦痛すら元気づける力を失ってしまった。まだたとえ私に世界の栄光のすべてが差し出されようと、あるいは世界の全苦悩が提供されようと、私の心をびくとも動かさない。手に入れるためであれ、逃げるためであれ、私は振り向きもしないだろう。私は知るのである。しかも一体何が私を慰めてくれるというのか。そうだ、もし私がどんな苦悩にも耐えるような誠実、全てに持ちこたえられるような感激、山をも動かす信仰を見ることができたとしたら、もし私が有限なものと無限なものを結びつける思想に気づいたとしたら、しかし私の魂の毒を含んだ怪異が何もかも食い尽くしてしまうのである。私の魂はその上を一羽の鳥さえ飛べる死の海のようなものだ。途中までやってくると鳥は疲れ果てて死と滅亡の中へ沈んでしまうのである。